では5分経ちました。で、まあ、5分引いたので次の工程に入ります。次の工程一応説明します。次はですね、これを30度回して右側にこういうふうに回して、で5ミリ進んで60度回してから奥に入るようになってます。で大事なポイントは、こちらの内部が真空でこちら大気圧ですから自然に押し込まれる力が働きますので、無理やり入れるということはしなくていいです。ですので回して、逆に親指をストッパーにしてやればいいです。まあ、ここまではもう手で触っていい領域なんですけど、一応、念のためにやってきます。で前も言いましたように、もう今回使ったこれはもう汚くなってるんで、もうにサンプル取り外し終わった次の時、次サンプル取り外しの時に新しいのにしたりしてください。できる限りこの手袋がもったいないというよりも、装置用のこのホルダーを汚して中がを壊し、に問題を起こす方がはるかに予算と時間がかかります。で今日やっておきますね。うまくなったら手袋長くても、ここの部分ちょっとうまく日本語が伝わらないかもしれないですけど、ここの部分はもう大丈夫ですけど、慣れるまでは手袋でもういいです。で一応30度回します。いいですか、30度回しますよ。でスッと入ってしまいます。もうこれでも5ミリ進んじゃいました。もう圧力が強いので30度回したら自然にここに行っちゃいますね。真空大気圧で押されて、で次です。次また60度回します。でゆっくりと入れていきます。で真空見ながら真空が悪くならないように入れていきます。ありました。で上手い人だとあそこのゲージの真空がもうほとんど悪くならないでいけれます。私は下手なのでダメですね。でこの後に15分待ちます。まあ向こうで見てもらうと分かるので、3を超えているのでかなり待たないといけないです。15分ですね。15分待ちます。まあ、サンプルの、準備の時にちっちゃいチップ見せたと思うんですけど、銅のね、あれを、どれだけちゃんと引いておくかっていうのは非常に大事なことです。であとこのホルダーを、きれいに、あ、もうここはもう触っていいんですけど、しておくことちゃんとね。でもうきれいに使わないと大変なことになります。あんな風になりますね。非常に困ったことになります。こんな感じですね。ではまた15分後に続きを再開します。よろしくお願いします。